さこい騒乱サークル保護崎と申します。今回披露させていただく神楽はこの秦野劇祭りで納めとなります。精一杯踊らさせていただきます。お手拍子、お心拍子、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。はっ、豊岡たらよ幕上がり、祭典を追う闇迫る矛先2022神楽最高。先ほどカグラと挑む最後の挑戦、願いの奇跡をここに刻む。桜舞うこの季節に歩み出す我ら、時を司る者となり、紡ぎつながりここにて参上。思い出すのは時の歌、太鼓の音色が歩んだ過去を思い出す。第二の未来、思い出した花は叶えたい夢、触れる幸せ、笑顔の精一杯、いつの道をたどり、見つけたんだ。闇が我らを蝕み、暗闇の中めげずに歩く、先が知れぬ道をたどり、ひたすら挑戦をした。我らの負の感情がうごめき、明かりを忘れ闇を知った。まだ見ぬ灯りを探しながら、感情は片付きます。あやかせが本性を引き出す。劇場は体をめぐり稲妻を落とす。激しく力強く、誰にも負けぬ勢いで燃え上がれ、張り付け、決戦をくれないように。いくつもの挑戦をした、成功や失敗もそれを土台に成長させては花を芽吹かす幹となれ。たぎるように湧き出るは未来への希望。これまでの絶望はここで全て捨てていく。これまでの絶望を捨て、小さな奇跡を見つけ出す。お前で掴み取れ。忘れちゃいけない過去が、深い深い幸せな思い出があの日約束した、嫉妬を繋げるんだ。君たちの笑顔が僕らの強さだ。お願いだよ、本気の景色を見せてくれ。
に、そしてカメラにありがとうございました。ありがとうございました。本作撤収、ありがとうございました。さあ、小さな一歩が大きな進歩、ここで見